どうも、今回の動画はまたまた晩酌おつまみシリーズです。今回はこちらの魚を焼いていこうと思います。この魚の名前はノドグロです。ちょっとちっこいんですけれども、高級魚とかって言われてるやつが干物になって100円で売ってました。ノドグロと言われているだけあって喉が真っ黒ですね。それでは早速焼いていこうと思います。焦がさないように丁寧にじっくり焼いていきます。すごいですね、油が乗りまくっております。そろそろ OK ですね。お皿に盛り付けたいと思います。のどぐろ焼き上がりました。美味しそうですね。今夜のお酒は菊正宗です。では早速いただきたいと思います。淡白な白身魚の中に濃厚な旨味が広がって、これはもう日本酒が進みます。国産ののどぐろが100円で買えた僕はラッキーでしたね。ごちそうさまでした。いやー、美味しかったですね。大満足です。今回の動画は以上になります。のどぐろを焼いて食べてみたよでした。ご視聴ありがとうございます。それではまた。